村上藩いたす明治5年4月16日は、江戸時代末期の法術家であり、田原藩画廊である。通称は、佐田平の知在江門、後は清谷。高島周藩に、洋式法術を学び、各地の藩士に指導を行って、日本における洋式法術の普及に貢献した。また、田原藩の重役となって、解剖事業や、産業振興に従事した。 三河国厚見郡田原に、田原藩士の山浜大官村上寺市院の長男として生まれた。村上家はもともと、三河国下茂郡衣の出身で医師をしており、後、田原藩領内赤羽に移住、聖徳年間に、田原藩に仕えたと伝えられる。藩いたすの生まれた頃の家は大官職17票二人口と、出身身分は低かったが、 ハンイタスの卓越した武芸と意志の強さが評価され、ハンインキョ、三宅智信の近所となった。天保三年、江戸画廊であった、渡辺火山の目に留まり、彼の訓導と引き立てを受けるようになる。その際に智信の膨大な蘭学書を読む機会があり、ハンイタスは、重宝術に強い関心を抱くようになった。また、江戸財布中に、爆心の江川英竜や、下、 曽根金座ザブの地遇を受け、共に、法術の研究をするようになった。その中で優れた、西洋流法術家として、高島周藩の存在を知ることとなった。また、一方では、斉藤役郎から、神道無念流を学び、免許改伝を得た後、田原に戻って、同流を広めた。天保12年3月、藩いたすは、江川らと共に、 高島周藩に入門、西洋流放術を学び、同年5月に行われた徳丸が原で行われた、演習に参加した。これに先立って火山は、晩社の極のために失脚して、田原に沉郷していたが、藩伊多すの入門を心から喜んでいる、胸の所感が残っている。火山はこの年の10月に自害するが、五通残した遺書の、うち一通は、 範囲多数に当てたものであった。翌1842年夏には、長崎にあった、高島周藩を訪ねて、再び支持し、免許改伝を得た。同年冬に帰国して、田原で鉄見の大砲と砲弾を鋳造。翌年正月には、藩主、三宅康直の前で、高島流砲術を披露し、田原藩の砲術に、高島流を導入していくとともに、 反抗性召喚で多くの藩士を教育した。加えて、幕府の解剖教化令を踏まえ、台場の築造や大砲鋳造を試みた。またこの間、市の高島周藩が、幕府江戸町奉行、鳥居養蔵の起こした、義獄事件により秩居の身となったこともあり、藩伊達すの法術を知った諸藩の藩士が、田原の藩伊達す邸を訪れ、彼に指示した。 半ンたすスのを残した文人帳によると、田原で村上の門下に入った多藩氏はおよそ40人、所属藩は12藩となっている。半ンたすが使える田原藩は非常に貧しく、さらに質素を胸とする神道無念流の教育を受けているために、村上家の出す食事があまりにも質素で、美食に慣れた多くの大半の子弟が辟易したとの話も残る。 加栄ー3には、田原藩軍勢を西洋式に変更、農兵部隊を組織した。安政3年には、西洋式保船の建造に着手し、江川秀俊や先行して建造していた、長州藩などの協力のもと、翌々年に竣工させた。文久2年には、幕府から公部所の高島流法術の世話役に壊れて、就任し、江戸に出て、幕臣や、 各藩の藩士に法術を指南した。安政五年、藩いたすは、田原藩の家老に就任した。昭藩ながら下級藩士の出としては、一数の出世であった。過去に家老となった、火山も貧しい田原藩を豊かにするために、苦心散々したが、藩いたすは、イリコ、アワナなどの海産物の生産を奨励し、これを最国に輸送することで収入を得ようとした。間もなく、 幕末騒乱期となり、明治元年、明治維新となるが、藩いたすは養殖にあって、藩をよく支えた。明治2年、新政府から藩大参事を任命され、続けて藩政にあたるが、この頃になると、病気がちとなり、藩いたすが後継者に推挙した、渡辺昭華が、その期待に応えて、実務を行った。3年後に病死した。墓は、 田原市田原町蔵王の蔵王霊園にある。また、明治30年、勝海修大学、細川淳次郎専分による石踏みが、田原城跡の三の丸に混流され、現在も残っている。大正2年15位を追造された。三河、東東美地方では、空にあげたタコの糸を切り合う、喧嘩ダコと呼ばれるものが盛んである。この地方でのこの遊びは、 江戸時代に始まったと伝えられるが、藩いたすが長崎に留学した際に、タコ糸に粉々にしたガラスを貼り付ける手法を持ち帰ったとされる。このことにより、よりこの遊びがスリーリングなものとなった。ありがとうございます。